ペラ飛行機なんか買ったら、うん、もうあの組み立てるまでもう夢中で組み立てるんだよ、うん、で今度はうまくできちゃうと帰ってこないのね、うん、飛んでいっちゃうんだよ ね、 ね、飛びすぎてね、うん、昔はそういうのも作ってやっぱそうやって遊んでて、うん、5円、5円のあの薄い板に紙貼ったやつの飛行機、先に鼻の先に鉛がついたやつで羽差し込んで帰って飛ばすようになったから、あんなとか羽こんなこと曲げてさ、曲げすぎて折れたんだけど、バランスをね、だんだんでから田んぼの、中で遊んでたりしてたけど、最近はその言った紙貼るじゃない、当時紙貼って作ったのに、垂直尾翼を上じゃなくて下につけたりとかして、先っぽだけこう上げたりとか遊んでて、遊んでたのも、最近は見つけたら買ってきてから自分の部屋の、部屋のロッカーの中に直してる、金属ロッカーの中に、それも袋のまんま下げてて開けない、それもできた時の楽しみを見てずっとそのままもう何十年かそこである今でも売ってますか、それを見つけた時に買うのが楽しい。ロッカー売ってるんやん。売ってるんですよ、まだ。そうまあ、東京だったらどっか売ってるんですか。いやでもまあハンズマンあたり、あ、ハンズマンね、あの辺行くとまだありますか、ね、何機かね、確かにね、竹ひごとアルミニウムのヒューム管、ヒューム管が入ってて、うん、で確かにつなぎ目をこうやって曲げられたような記憶があるわ。ヒューム管もね、ちょっとね、曲げられたとこ、リブのとこなんかを接着剤で、設計図にすごい書いてあるんだよ。あ、書いてあったかな。ヒューム管曲げんとそうならないように書いてあるんだよ。なんか記憶あるわ、こうやって曲げてね、こうなんかね、上の尾翼が垂直尾翼こうなってるやつをわざわざ上につけずに下につけたりね、それ滑空させるのにケツに車輪がないからとかさ、それと意外と上につけるになぜか下につけた方がよく飛んだりとか、バランスよかったりしてたしね。実際の飛行機もあるかな、下について、下にあのロッキードなんかの P38 なんか下にちょっと尾翼がついてる、ついてる、上は大きいけど下にちょっと尾翼がついてる。でも なんで本物は上についてるってやっぱ邪魔だからか、離着陸の時。それもあると思うし、でもやっぱかじ切ったりするの目の方がいいのかな。目の方がいいのかな、でも基本的に両方あるじゃないですかね、羽が胴体のセスナとかね、上についてるのと、やっぱ後ろ十字の方がいいんだよね、下についてる、やっぱり本物が飛ぶ時は。まあ多分でも絶対理屈あるはずですよね、日本の神殿なんかやっぱり羽後ろこうなってるわ、下についてるやつの下に氷がついてるもんね。そうなの、これの羽の下に氷がついてる、ほんと面白いな。新日本飛行機だったかな、北九州にあったあそこは最後に作ったりでもね、後ろにプロペラついてた、逆反転してから二重に作って飛ばん、最初に作ったけど間に合わんけど、ペラ製造減らして、6枚かなんかにして後ろをつけて、後ろにプロペラがついてる。要は車でいうと後輪駆動、後ろのタイヤが動くか前のタイヤが動くかみたいな。前にねペラがあると、機銃を前にいっぱいつけられないから、後ろにペラつけて。前に30ミリの機関を3本つけて B20 で来たやつを打ち落としに上がっている。そういう理屈なのよ。で前につけたらペラが空気抵抗少なくなるから、だって飛行機の後ろの人間乗ってるところより後ろって今の昔のプロペラ飛行機後ろ空っぽでいいわけじゃないですか、何もない、要するに尾翼動かすためのワイヤーが入ってりゃいい、あの部分無駄でしょ、だからあの部分を外しちゃいちゃうんです。なるほど、でそこの部分にもうプロペラドンくっつけたら逆に回せば風こっち行くじゃんと思って、前のノーズの方は気管を入れりゃいいじゃんって話だから空間は何もないと、みっちり詰め込んでて、で設計図の上では700何キロ出る予定やったけど、何回か傾きながら飛んで離陸成功してちょっと飛んだだけで終戦迎えたから実戦は出てないと。なんか5、6機作ってたけど、スミソニアンに1機持ってたやつ、そこはすごいですよね、スミソニアン。あとは当時作ってたやつもばらして、滑走路に穴掘ってからみんな部品放り込んで火つけて燃やしたらしいけど、スミソニアン違う、いやアメリカのスミソニアンが入ってる、スミソニアン博物館に1機、博物館な、あそこね結構そういう航空機関係とか
あそこはね、日本にないやつがいっぱい入ってる、うん、日本にない航空機、うん、日本軍の航空機を全部持って帰って、あそこで飾ってるやつがあるから、うん、ライデンとかもあるし、うん、あいいのがいい、うん、当時 のジェットエンジンのやつとかの、滑空用のやつとか、オーカーの本もあるしね、うん、見に行きました、周水もあったし、まあ、2008年やったかな、うん、もうアメリカの、なんか武者修行に行ってきた、なんかまあ今思えばね、若気の至りですよ。やっぱり武者修行だね。苦労もだいぶしてるみたいな。いや、よく生きてられたなと思って。みんな結構無茶するもんね。でも無茶してきた人の方が意外と残ってるんじゃない。まあそれ生きてたから言えることでね。なんか安全牌やってきたらアウトかもしれない。なんかむちゃくちゃなことが、奥さんが偉かったけど。まあそれは、うん、それはもう誰にも共通して言えることかもしれない。むちゃくちゃのことばっかりしとったもんね。うん、確かにね。アホでしょ、ね、何を思いついたノートするよみたいな。いやでももうこれからはね、多分もうできないですよ。そんなこと言わず。いやもうね、やっぱり命がいくつあっても足らないから。それはやばいな。やっぱそれぐらいやばかったみたいね。うん、まあそこまではねやばくないけど、うん、でも結構紙一重っていうか、うんうんうん、まあやっぱりね、日本以外の国で例えば夜迷子になったりすると結構やばいですからね、うんうんうん、でなんかねいろんなとこ行きたくなるんですよね。まあ日本国内でもほら旅行とか行くとね、いろんなとこ行きたくなるじゃないですかね。せっかく来たんだからあそこ行ってみようかみたいな、ね、なんかそれは食い物が多い。いや、食べ物美術品とか。